ウルフバートもしくはウルフバルトは1000年代にスカンディナビアで用いられたバイキングの刀剣に見られる名文。これらの刀剣に用いられた鋼鉄の品質は産業革命以前のものとして比類がない。現在までに171ふりが発見されているが、本物のウルバートと確認されたものは数点に止まる。最初期のものは850年頃まで遡る。ルツボコウは 最も純度の高い鉄であり、ダマスカス鋼はウーツ鋼と呼ばれるルツボ鋼の二次加工用体である。中世の武器のほとんどは炭素含有量の低い柔らかい鉄で作られているが、ウルフバートに用いられた鋼鉄は比較して炭素含有量が非常に高く、鋼カスも少ない。これによりこの武器はより強く、より柔軟となり、従って折れることも少なく、 敵の盾から引き抜くことも容易であった。これらの技術は中央アジアへと旅したバイキングによってもたらされたと推定されている。ボルガ,ガー交易ルートを用いた可能性が指摘されている。近年 TV 番組の企画でリチャード・ファー氏が当時の製法の類推に従ってレプリカを制作した。ウルフバートは使用者に上述のようなメリットをもたらすため、 精鋭戦士や主張によって用いられたと思われる。大きさや形状においては、通常のバイキングの剣の池を出ないが、はるかに優れた耐久性を持ち、敵の鎧を容易に貫通した。柄の近く、剣の平らにベフバーティーと金属製の造眼が入れ込まれたことが特徴で、ベフバートと刻まれたバリエーションは比較して、低品質な鉄でできており、コピー品であろうとされている。 この件の第一の使用法は敵のチェーンメールや盾を貫くことにあった。ウルフバートの葉は同時期の他の武器と比較して非常に柔軟で木や鉄を貫通する際に折れたり引っかかったりすることが少なかった。従って使用者は敵を倒した後にすぐさま次の行動に移れた。フランク風の響きを持つ名前だがその意味するところは分かっていない。ベフバーティーの文字はラテン文字である。 最もよくある仮説は、原匠の名前もしくはもしくは制作者グループの名前であるとするもので、それが弟子たちや一族に引き継がれたという説である。ウールファーとベロットの組み合わせである。可能性がある。ありがとうございます。